日本最南端の電停表中停車中の800型電車、谷山停留場は、鹿児島県鹿児島市、東谷山2丁目にある、鹿児島市電、谷山線の停留場。鹿児島市電1系統の終点であり、同じ1系統の起点である、鹿児島駅前停留場以外の他の停留場にはない、大きな駅舎がある。日本最南端の路面電車停留場であり、 2012年7月1日に、路面電車開業100周年事業の一環として、日本最南端の電停の標柱が設置された。3面2線の串型構造をしている。日本のリバがあるが、すべて、鹿児島駅前方面行きの電車が利用する。時間帯によって使用するホームが決まっているわけではなく、空いているホームを使っていく。全ホームシャイスの使用はか。 また、東低流場の北側50メートルほどの国道225号に接する場所には校舎専用ホームが存在する。このホームは、東低流場にすでに2両の電車が停車中に、さらに3両目の電車が到着した時に利用される。このホームと本来の乗り場は、直接つながっておらず、国道にしか出ることができない。また、校舎ホームの秋田よりにも、 片渡り線がある。鹿児島交通と鹿児島市営バスの2つの運行バス会社を持つ谷山電停バス停が利用可能である。また、東バス停を奇襲点とするバスや、東バス停を経由し、イオンモール鹿児島を運行するバスもある。ありがとうございます。